眼科医の平松です。今日は目を悪くする、これはやんない方がいいよっていうような動作についてお話しようと思います。今日のお話を聞いていただけると、あなたが近視、強度近視があるとか、または緑内障があるとか、すごく目の心配があるって方の場合、あ、こういう行動はなるべく避けといた方がいいんだなっていうのは分かっていただけると思うんで、最後まで見ていただければと思います。じゃあどういう行動が何をに対して良くないのかっていうと、一番は息むような動作です。っていう動作とか、あとはこう圧をかけるような動作ですね、で、代表的なものとしては、例えば皆さんだと重いものを持ったりとか、筋トレであったりとか、あとはですね、どうしてもこう我慢するとか、歯ぎしりするとか、生き物の近いもので言うと、精神的なストレスも、似たような、ダメージですね。だから例えばこう職場のとか家族のとか、周りの友達関係とかの心理的なストレスも似たような効果を発揮してしまうので、ストレスの問題、そして、生き身の問題、そして生き身のところにもいくつかあって、今日ご紹介したいのは、その中でも、趣味的な問題ですね。例えば、こう、誕生日のろうそく消すとか、吹き矢をするとかっていうのは、あんまり機会としてないと思うんですけど、普段の趣味としてやるので、楽器っていう問題もあるので、ちょっと楽器についてフォーカスしながら、それは、筋トレとか、普通の息身にも関係してくるんで、なんでそういうのが悪いのか、楽器とかの演奏が目に悪いとも言えるのかっていうと、眼圧っていう目の硬さが高くなります。眼圧って何かっていうと、眼球ってこうやって触ると、ある一定の硬さがあるわけじゃないですか。要は、骨って硬いし、筋肉って柔らかいわけですよね。で、一方で、眼球っていうのも、一定の硬さがあって、だいたい10から20ミリメーター水銀球とかっていう言い方します。血圧とかだと100とか200とかって言います。200高いんですけども、っていう、その同じ値で言って、10とか20とかっていうのが、眼球の圧力になってくるわけです。で、これが高くなると、圧が、目に全体にかかるので神経がダメージを受けてしまう。それは緑内障っていう病気で特に重要なんですけども、緑内障に限らず、近視がひどい人とか、はたまたその網膜とかが弱い人とか、それにとってはあまり良くないんですね。で、そのぐらいでどのぐらい上がってしまうのかっていうと、 9.6% 程度眼圧が上がるっていうのが、ジャーナルオブグラウコーマって言って2000年の論文で、発表されているものがあります。 9.6% っていうと、10% 近くなわけで、すっごくではないけど、それなりに上がるねっていうのがなんとなく、わかると思うんですよ。で、そういうものが起きると、じゃあ一瞬だよねって。例えば、じゃあ筋トレ一瞬、でやったとか、金管楽器、楽器の中でも、ピアノとか、バイオリンとか、チェロとか、コントラバスとか、これはあんま関係ない。むしろ、トランペットとか、サックスとか、ああいう感じのものの方が、ふーって吹くじゃないですか。ふーっていうのはやっぱこう、圧がかかっちゃうわけなんですよね。だからそういうのはやっぱ良くないわけですけど、でも一瞬だからいいでしょっていう人もいるんですよ。患者さんの中でも、一瞬だからあんま関係ないよねっていう。でも一応データ的には眼圧上昇っていう今のダメージは続くっていうのが、ジャーナルオブグラウコーマって同じね、雑誌で2017年の論文で発表されてますね。モニタリング、グラウコーマリスクイントラネットインストゥルメンタルプレイヤーって言って、要は、金管楽器をやっている方の、と、そうでない方の24時間の圧力を見たっていうものになります。で、これがですね、面白いことにですね、プロ的に上手い人って金管楽器ブーってうまく弾くじゃないですか。逆にそういう人って圧力をうまくかけられるんですよ。これね、筋トレにも言えることなんですけど、筋トレ大丈夫でしょうかってよく質問される方もいる。で、それまた別の動画出してるんで見てほしいんですけど、筋トレも、なんていうかな、プロレベルの筋トレの人って逆にあんま良くない。プロレベルだからいいのかっていうと、やっぱあれってね、同行してるわけですよね。普通の人って、要は、バーベル上げるったって、そんな重いもの上げないし、そもそも、バーベル上げるってなんかこう気持ち的に心理的ハードル高くないですか？僕もジムとか行くとこあるけれども、なんかこう機械とかでなんかこう筋トレ程度だったらやるけども、なんかこうね、いろんなバーベルとか上げたりとかっていうのはなんかちょっと上級者っぽい雰囲気になる。もちろんそれが悪いとかいいとかじゃなくて、ああいう人たちの場合はやっぱり普段の人よりもすごくこうレベルが高くなっちゃってるので、そういう人の方がやっぱり良くないと。
でもってその圧力のダメージっていうのは24時間、まあ要は長い時間続く、24時間ずっとじゃないですけどね、続くっていうのが今回の研究で分かった。これどうやって調べたかっていうと、コンタクト入れるんですよ。で普通のね見えるコンタクトじゃなくて、圧力を24時間測定するコンタクトっていうのがあります。もうこれ日本でもあって、トリガーフィッシュっていうのは商品名なんですけれども、まあこのポイントとしては、要は例えばね、プーってやったとか、まあ、筋トレしたってなるじゃないですか、ね、それはね起きてる時とか興奮してる時はねダメでしょうと、寝てる時ぐらいは関係ないんじゃないのとかって思うじゃないですか。でその寝てる時っていうのを、まあね、目こじ開けて、眼圧って、まあ、普段皆さんの、眼科行く時だと、空気でブシュってやるあの検査ですね。あの検査なので、それを寝てる時できないんですよね。起こしてやることもあるんで、昔はね、よく起こしてやってたんですよ。患者さんで悪い人を、ちょっと起きてくださいっつって、夜中、空気のあれやって、24時間、その3時間ごととか、起こすんですよ。9時、12時、3時とか。やる方も大変なんですけど、そういうのがあったんですけど、まあ、今はね、そういうのはあんましなくて、まあ、寝たまま自分でコンタクトでやるっていう機会があります。まあ、ただ、ちょっと精度悪いんですけど、まあ、それをやってみると、やっぱり、普通の人よりも、やっぱ、眼圧が上がる、要は目にダメージが来やすいっていうことが分かりました。でも、圧力上がるだけは問題ないでしょっていう、ことも言うんですけども、圧力が高い人が視野欠損をする、要は、目の神経のダメージを受けちゃうっていうのが、これで発表されていますと。いうことなので、基本的にはやっぱりあんまり、ま、生きむ動作、うん、ま、だから出産の時どうなのって言われると、出産の場合ってもう生きむのってね、出産の時だけじゃないですか。まあ、だから例えば筋トレする人って週に場合によっては5回6回して分割法とかでがっちりやったりすると、まあね、ほぼほぼやりますけど、まあ、出産の時ってね、そんな陣痛が来てから、まあ、数日やるかもしれないけど、ね、一生やるわけではないので、まあ、そんなに関係ないかなって、まあ、出産の場合ってまたいろんな要素が出てくるんで別なんですけどね。ね、いうことなので、まあ、圧をかけるっていうことは、基本的には目によろしくないっていうふうに思っていただいていいと思います。じゃあ、これは絶対避けなきゃいけないのかっていうと、すっごく近視が強くて、かつ目の神経が弱いよとか、もうすでに視野が欠損してるよとか、緑内障だよとか、言われてる人は気をつけた方がいいですし、緑内障も結構進行してる人とかは、まあ、ちょっと気をつけた方がいいです。じゃあ、もう、まあ、一応禁止なんだけど、まあ、どうかなって人の場合は、迷ったら避けていいけれども、なんていうか、それで人生を悪くしてほしくないんですよ。僕、いつも、まあ、この動画でお話してるんですけど、私がお話ししている内容っていうのは、まあ、ちょっとでも目にいいことを知ってほしい、ね。なんですけど、それでがんじがらめになって、あれもできない、これもできない、人生楽しくないってやってほしくはないので、もしあなたが、じゃあ、ね、金管楽器、トランペットが好きですとか、それこそ、サックスが好きですとか、いろいろありますよね。まあ、それはそれで構わない。で、かつ筋トレが好きだなんて、これもいいんですよ。いいんですけれども、まあ、いや、そうでもないと。トランペットやろうか、バイオリンやろうか迷ってて、まあ、どっちでもいいんだよねって言ったら、まあ、だったらちょっとあなたバイオリンの方が良くないですかっていう、そんな感じのニュアンスと思ってください。つまり、絶対やめろとか、もう、こんな金管楽器なんかやるべきじゃないとかって言いたいわけじゃなくて、まあ、できれば、で、かつ、自分の中で、まあ、さほど人生に重要度がなければ、避けていただければってことです。なぜこれ言ってるか、私も、まあ、金管楽器やんないんですけど、まあ、筋トレぐらいは、まあ、することもあります。で、私の両親、父親も母親も緑内障なんで、私も、それなりの目の弱さ、近視も強いですし、っていうことがあるので、それはもちろん私だって避けた方がいいことはいいんだけれども、まあ、全体的な健康を考えてやったりはしてるので、まあ、気にしては欲しいけれども、気にしすぎないでほしい。まあ、そんなこと言われても困るなって思うかもしれないですけれども、まあ、そういうふうに思っていただければなっていうふうに思いますんで、ご参考になれば幸いです。まあ、こんな感じで目に関する健康情報とか日々アップしているので、よろしければチャンネル登録と、ベルマークっていうのを押しておいていただければ幸いです。よろしくお願いします。